県内は小松市を流れる梯川が氾濫するなど記録的な大雨となりました。金沢地方気象台は河川の増水や氾濫、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。県内では大雨により浸水被害や土砂災害、洪水の危険度が高い状態が続いているところがあります。県のまとめでは床上浸水が8件、床下浸水が9件確認されています。人的被害は確認されていません。小松市などを流れる梯川が氾濫したほか、能美市を流れる鍋谷川など5つの河川が越水しました。また手取川も一時氾濫危険水位に到達しました。明日夕方までに予想される24時間降水量はいずれも多いところで加賀で200ミリ、能登で150ミリと予想されていて、金沢地方気象台は今夜遅くにかけて河川の増水や氾濫に、明日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。